はい、二神塾の二神です。よろしくお願いします。英検準一級に出る単語を解説していきます。今日は J というお話です。 J というものは力が強いというふうなイメージの時があるんですね。で、今回が最初、ジャニター、名詞で管理人という意味です。ある建物とか学校を管理してくれてる人というようなことなんですね。で、もともとその語源が何かというと、January、名詞で1月ということです。その年の門がギギギッと開くというふうなことなんですね。その門を管理してくれてる人、それがジャニターというふうなことなんです。さて、その重い門がぐっと開く感じなんですけども、ジャック、これがですね、動詞で、ジャッキで持ち上げるというふうなボタンですね。パンクした時に車をグイッと上げる、あの力強いものです。そのジャックを使ってジャックアップアカー、これで車をジャッキでグッと持ち上げるというふうなことです。あともう一つ、そのジャックを使ってジャックアップザプライス、その値段をグッと上げちゃう、釣り上げてるというふうな感じで使います。さて、まとめていくと、 J というと何か力が強い、持ち上げるとか重いものをグーッと上げる、そんなイメージの言葉になる時があります。それでは今日はここまでです。また次回よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。